非認知能力とは何かじっくり解説します。はいこんにちはライフコーチのミスターオカチです。やり抜く子を育てるための行動習慣をマックスと一緒に紹介しています。はいということで突然ですけどあなたに質問です。やり抜く行と投げ出す行の決定的な違いは何でしょうか。そうです。 ライフスキルですやり抜く子はライフスキルが高くて途中で投げ出してしまう子はライフスキルが低い。 だから、最後までやり抜っ子を育てるためにはライフスキルを高めることが大切であるそのようなことを前回までに紹介してきましたということで、今日のテーマはライフスキルとは何かです、えー、この動画を見ていただけたらお子さんのどのような能力を高めたらいいのかが理解できますので、最後までご視聴くださいこのチャンネルでは、子育てを頑張るお父さんお母さん子供の教育に関わる方に向けてやり抜っ子を育てるための 行動習慣そして親の関わり方を紹介しています、えー、興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいですあとインスタでも毎日配信してますので概要欄からつながってくださいはいプロテインが届きましたのでちょっとプロテインを飲みますねあこれがね朝ごはんなんですはいということで早速いきましょうライフスキルとは何か ライフスキルとはね。非認知能力です。あの最近よく聞きますよね。非認知能力って、えー、一言で言うとあれですね。学 学校のテストでは測れない IQ では測れない目には見えない生きる力です例えば自分のことを信じる力相手の立場で考える力問題を見つけて問題を解決していく力一歩踏み出す勇気やり抜く力これがえっ、ー、とだって友達を作る力とか一歩踏み出す勇気とか学校のテストで出たことないでしょ そうなんですよ学校のテストでは出ないあんまり学校では習わないようなことそれが非認知能力ですライフスキルですでそれとは逆に認知能力っていうのはまさに学校のテストでは測れる力ですね読む力とかね書く力とかね漢字を覚える力とかねあとは計算する力英語を話す力これは学校のテストでも出るし学校で学ぶことですよね授業でこれが認知能力ですまあスキルとか能力には認知能力と非認知能力 があるんだということなんです、ね、でこれまでの学校とかその何ていうか、えー、教育業界ではこの認知能力を高めるということにフォーカスしてたんですよねいかに早くいかに効率よく問題を解けるのかたった一つしか正解がなくてその正解を早く見つけてたくさん覚えてそれを解いていくという教育ですねこちらの教育にずっとずっとフォーカスしていたということだったんですでも近年、まあ、この2020年に教育がガラッと変わって認知能力は確かに 大切なんだけど非認知能力も大事だからそれをもっともっと学習指導要領学校の授業に取り入れていこうぜっていう風になってきたんですよだからこれまではなんやろ学校の授業で教団の前でね先生がペチャクチャお話しすることをえ書き写すだけの授業をやったんですけどねえ1867年は一夜むなしく、えー、江戸幕府が、えー、江戸幕府がなん、えー、東海東海というか江戸幕府が、えー、何壊滅した <laughs> なんて言うの江戸幕府から <laughs> 明治時代に変わったよみたいなことを覚えたりするんですけど、えー、今はどっちかっていうとねじゃあ何で江戸幕府は滅びたのか。で もしあなたが江戸幕府の将軍だったら、どのような施策、どのような行動をしていたのかっていうことを自分たちで考えて、考えたことを発表して、そして自分たちでなんかこういうアイデアがいいんじゃないかとか、こういう考えがいいんじゃないかっていうのをまとめていくと。そういうように、まあアクティブラーニングと言われるんですけど、双方向の先生と生徒、そして生徒と生徒みたいな感じで、双方向の授業に変わっていくと思います。でこれからその学校の授業だけじゃなくて、社会でもます ます非認知能力が大事やなっていう風に、えー、言われていくと思うんですね。まあ、なぜかというとそうでもう考えたらわかると思うんですけど。 どれだけ英語を話せたとしても相手の立場になって物事を考えることができなかったり共感できなかったらやっぱ外国人と仲良くなれなれいですよね、まあ、どれだけパソコンの専門知識がすっごい知っ,て知っていたとしても自分はこれを販売してはダメなんだ、えー、どうせ販売しても断られるんちゃうかって自分自信がなくて営業しなかったらその商品は売れなくてその,何の置かれている職場で自分の力を発揮できないんですよね。だから学学校で学ん な知識とかか情報そして能力をすすも殺すも殺やっぱり非認知能力があるかかどうかなんですよ、ね、自信があるかとかね一歩踏み出すかとか行動できるかとかね目標を対してマネジメントできるかとかチームの中で自分の役割を認識してそして、えー、と自分の目標とチームの目標を考えながらカレンダーに落とし込んで行動していく力とかねそういう力がないとどんだけ頭が良くてもいい大学に行ってても何よ専門知識を持っていたとしても社会で生かすこと でできないんですよだから非認知能力は重要なんですよってことなんです。これはね、もういろんなエビデンスでも、えー、証明されてます。で、一番有名なのはね、ノーベル経済学賞を受賞したシカゴ大学のジェームズ・ヘックマン教授の幼児教育ですよね。まあ、この研究 かによったら、まあ幼少期に非認知能力を高める教育をしている軍はそうでない軍と比べて進学率とか平均所得、犯罪等の問題行動などに大きな差が生まれたってことなんですね。要は非認知能力の高める教育をしていたら学力も高まり、そしてなんやろその後の進学率も高まって年収も高まって幸福度も高まるっていうように、えー、言われているんですよ。それ以外にもいろんな研究があって 例えば、えー、IQ を高めるような早期詰め込み教育は長期的ななな学力向上にはつながらない早いうちからいろんな塾に通わせてもういろんなことをさせても長期的には学力向上にはつながらないんですということですとかあと非認知能力を,高め,る向上をす、えー、高める教育をすることで学力も上がると学力等の認知能力も向上するということも言われてますだからなんやろ非認知能力を高めたら。 で、非認知能力っていうのは、基本的にはまあ若い方がいいんですけど、どの年齢からでも高めることができる。大人になっても高めることができるんですよ。えー、あと、非認知能力が高い人ほど、人生の満足度が高く、精神的にも健康な生活を送っているということが、まあ明らかにされましたということなんですよ。もう非認知能力勉強した。らすごいええー、こと尽くしじゃないですか。もうまさに僕がね、そうやったんですよね。非認知能力がめっちゃ低くて、逆に認知能力が高かった。 小学校の時はまあ進学塾、まあ、中学受験をするためにまあめちゃめちゃえとやろえ関西でトップ3に入るような塾に通ってたからものすごい勉強できたんですね学校の授業全部分かる筋テストはほぼ100点ですよ計算も一番早いし歴史もねもう,どもう全て覚えてたから年号ねだからものすごく頭がいいとか賢いってことで有名やったんですよでもね友達はできなかった <laughs> 周りの空気も読めなくて相手のことをバカにしてたから なんか空気読めないやつってことで次第にね居場所がなくなって無視されて嫌われていじめられるようになったというそういうことをしてたしそういうことになったからどんどん自分のことが嫌いになったんですね自分ってどこに行っても嫌われるんだ居場所がないんだと思ってだから自分が本当に入りたかったバスケットボール部にもどうせ入ったらえ入ってもんやろう身長高い人いるしあの足速い人もいるし僕は試合に出れないだろうと思って結局漫画部に入りました、うん、もう好きな子いたけど僕が話してもどうせ嫌われるんやろうなと思うと話しかけ だから何やろう自分が頭がいい勉強がいいって思っていたけれども結局それを学校でででは生かかすすことができなかったんですよでもちろん中学受験には合格できました、まあ、もちろんじゃないけどね、まあ、合格できたで中学受験合格できてバスケットボール部には入ったけど結局あのバスケがうまくならずにレギュラーにもなれなかった、はい、あなったな。 恋愛にはなれなかったってことだったり、そこでもなんやろ。友達とうまくコミュニケーションできず、自分の居場所が作れなかったんですよ。だから、認知能力を高めるだけの高めるだけの教育をしてても、その学校生活でうまくいかなかったり、学校を卒業してもそこで自分の力を発揮できないんですよね。それをね、もう痛いほど分かりました。だから僕は非認知能力であったり、そのライフスキルを高めるための教育を早い段階小学校のうちにしたいと。思った から、えー、和歌山でライフスキルの学校を作ったんです。はい、そんな感じなんですよね。でもちろん非認知能力も大事やけど認知能力も大事ですよ。もちろん学力も大事だし読み書きソロバンまあソロバはいらんかもしれんけどえっ、ー、と各地今で言ったらそのプログラミングとか英語の力もとかも,もしかしたら大事かもしれない。それは大事なんですよ。なぜかというとやっぱり考える力っていうのは知,知識がないと考えれないんですよね。 うん、例えばん<あ>やろ今は地球がどんどん暖かくなっているっていうような、まあ、地球温暖化現象があるということを知る知るからなんで温暖化現象が起きているんだろうそれを防ぐにはどうしたらいいんだろうっていう風うに考えることができますよねだから知識を知ることで考えることができるのでいろんな知識をすることもちろん暗記をすることも大事なんですよもう大事なんだけどそれプラス考える力も大事ですよとコミュニケーションする力も大事やし自己肯定感も大事なんですよということなんですよで これまではその認知能力とか学力の方にフォーカスされてたけどこの非認知能力っていうのも大事なんですよとで学校ではねなかなかこのやっぱ認知能力しかできないんですよねできない難しいんですよね大人数の中でやっていくアクティブラーニングやっていきましょうと言われてるけどなかなか難しいんですよどうしても先生が誘導したり先生が言うことを覚えるっていうような教育にやっぱフォーカスするんですよだから学校以外ではご家庭であったり習い事であったりそういうところでは非認知能力を高める教育をや やっていきましょう。っていうのは僕の提案なんです。で、このチャンネルではまさに。 非認知能力であるそのライフスキルを高めるための親の関わり方っていうのを紹介していますですので興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえれば最新動画を見逃さない,たの見逃さないようになるので見逃さないので、はいえー、っとポチッと押してもらえたら嬉しいです、えー、あと今日の動画少しでも参考になった勉強になったおかっち頑張れと応援してくださる方はちゃ、えー、っとこれ高評価ボタンですね押してもらえたら嬉しいですあとね概要欄では無料 LINE 講座のはご案内をしてます えー、無料 LINE 講座では、えー、毎日やり抜っ子を育むための具体的なケーススタディとか動画とかコラムとか、えー、関わり方を紹介してますのでそちらでは質問も受け,受けたまわっておりますので、えー、そちらでつながってもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。はいということで今日はこんな感じです。結構最後最後かもね安心したら最後かもね。はいということで次、エンドそれではワンダフルな一日をお過ごしください。今日もありがとうございますババイバーイ